皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、大人気ゆいちゃんのレッスン動画でございます。ありがとうございます。今日はですね、いつもおなじみ赤坂のゴルフレンジ使わせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画はパターパター大事ですね。パター大事ですね、うん、結構パター練習しない人多いんじゃないかなと思うんですけど、一番多いけど、うん、一番打つのって絶対パターなんで。そうですよね。その中で一番割合が多いのはパター。せっかくねパーオンしたけど3パットしたとか、うん、なんかこう距離感が合わないとか、うん、行ったり来たりしちゃってスコア伸びないって人多いんじゃないかなと思います。ということで今日はゆい先生に、はい、パター、はい、どうしたらいいか教えていただきたいなと思います、はい、いいですか。はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。パターはまず気をつけてほしいのは、はい、頭と腰と膝が動かないやつ。うん、例えば一番、まあ、よく見かけるのは、おお、ね、大丈夫、手首関係ね。そう、手首で打っちゃう。ここからこういう感じで打っちゃう人とか多いと思うんですけど、あと女の人は結構初心者とか女の人によく見かけるのがこれ、腕をまっすぐにしてガチガチこうやって打っちゃうっていうパターンの人がすごい多いんですけど、まずパターは基本はさっき言ったみたいに膝と頭と腰と膝は動かないように打つ。で、構えの時に腕を伸ばしきってるとだいたい肩に力が入ってるんで柔らかい動きにならなくてこういう状態になってしまうので、うん、イメージで言うとここで五角形を作るイメージ。こういう状態、少しちょっと肘曲げてだけど脇は開けない、こういう状態にならないように少し脇締めて、ここの肘の部分にちょっと余裕を持たせる。で、手首でクラブをこういうふうに動かすのじゃなくて肩の動きで動かす。ここから、こういう状態。構えてから打つ瞬間までにフェースが多分もう動いてしまってる、手首をこう使ってたりとか自分の体がこうやって動いてたりとかするパターンが多いと思うので、こう頭と腰と膝を動かさないように自分の肩を回してで回すいいかなと。あと一番多いというかよく見かけるのは構えの時点でもうカップに向いてない人がたまに、目標に対して構えた時に自分の体が目標に向いてる状態になるとフェースと思うと絶対カップ右に向いちゃう。まっすぐ構えられてるのに向いてる方向をどんどん右に向いてから右に入れちゃうが多いので、目標に対してまずはフェースを合わせる、うん、フェースを合わせたら自分のスタンスを合わせてできるだけ動かないようにする。はい、あとあと本当に基本的なので言うとボールの位置は自分の左目の下、真ん中じゃなくて一体これが真ん中です。真ん中ではなく左目の下。なるほど。で、まあ、パッドはグリップはね自分の一番握りやすいグリップでいいと思うんですけど、姿勢がこういう状態になってると、うん、なってたりとかするとフェースのここ、この部分、うんうん、が浮いちゃったりするんで、うん、自分の頭を下にちょっと下げた方が。こういうところ
げちゃうと切り感が変になっちゃうので、頭を下げてみたいな感じですか。はい、頭を下げる。普通のクラブに行って、こうやって構える。こう構える人いないですね。いない。逆にパターは、いつも通り構えちゃうと、さっき言ったネックの部分とか、手の部分が上がったりとかするので、できるだけ真上からボールを見たい。だけど、かがみすぎると次こういう状態になっちゃって、自分の背中の角度はそんなに曲げない状態で、頭だけ少し下に向ける。なるほど、まあ、普通のアイアン構えてるみたいな感じでパターン持っちゃうと良くないわけね。良くないというか、私は結構頭は下げた方がいいよとね。まあ、確かにそうだよね。上からボールを見れるよ。なるほどなるほど、ありました。これは私やった方がいいでしょ。じゅんちゃんどうやって打ってる？私はどうやって打ってるかな。私は左目の下にあるんですね、ボールは。こうですね。いいね、綺麗ね。下がってる。おいいね。こんな感じです。じゅんちゃん、パターうまいもんな。いや、どうなんですかね。いや、うまい。こう、正面からだと、こんな感じ。おいいね。こういう感じですかね。じゅんちゃん、パターお上手ですか？ OK。私はまだ、ここにつけた方がいいです。なんかまあ、グリップはね、いろいろグリップはね、ほんまに人によるから。また、なんか今度でしょ。クロスハンドする人とかもいるからね。そう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 、まあ、これだけは。そうだね、人によるからね。グリップは結構自由でいいっていう。パターだけは。はい、ということで、はい、ということで今回はゆう先生にパターの、まあ、アドレスかなアドレスの基本をね、教えていただきました。皆さんも一回自分のアドレスしっかり取れてるかどうか、まっすぐ受けてるかとか、あとは前傾の姿勢とかかな、まあ、あとはさっき言ったみたいに頭と腰と膝が動かないように受けてるかとか、いろいろ確認してみて、パターンね、2パット以内に入れられるように、皆さん頑張ってください。頑張りましょう。はい、またこのさん。お知らせですけども、今回のマイゴルフレンズさんが代官山に新店舗をオープンすることになりまして、はい、やりました。新しい、ね、会員さんを募集しているということで、会員募集については概要欄に URL を貼っておりますので、皆さんぜひ応募じゃないね、登録、会員登録かな、してみてください。24時間ね、無人でいつでも練習できるという、本当に素晴らしいゴルフレンズでございます。個室なのかな、ちょっとも完全個室でございます。まだちょっと行ってないので、私もね出来上がったら行きたいなと思います。以上、ゆう先生のパターレッスンでございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、よろしくお願いします。バイバイ。あの、okay、また噛みそうになった。ずっとこの斜めになってるから大丈夫かなと思って。大丈夫か。すいませんね。